にちは、佐久間美桜です。大変お待たせしました。こちらの動画で募集していたチャンネル登録者様10万名突破感謝企画質問コーナーの質問に今日は答えていきたいと思います。ちなみに裏企画で曲げたフォークプレゼントっていうのもやってたんですけど、こちらは当選者の方にのみツイッターからダイレクトメールを送らせていただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。ということで早速質問ですが、できるだけたくさんお答えしていきたいのでリズムよく答えていきたいと思います。それでは質問コーナースタート。スプーン曲げ以外の超能力ならどんな能力が欲しいですか？時を操る能力。ミオさんにとっての宝物って何？愛と記憶。前に動画にあったナイトブラの話なのですが、いまいち着方がわからない。ブラの中にある布の使い方がわかりません。これがナイトブラなんですけど、裏返すとこんな風になってて、実際お胸につけるところにこういう布が2枚ピラピラっとついている状態です。この布の使い方がわからないっていう質問だと思うんですけど、前はこの子をねお胸と見立ててこうスポッと包んであげるように使うって言ったんですけど、ちょっとわかりにくかったかなと思うので、まずこやつを下から履きます。この位置まで持ってきて普通につけます。そしたら私はちょっとお辞儀します。この中の布をすっぽりとこの外側の布で外側のバストを支えてあげる。もうちょっとこっちから出てきちゃうぐらいまでビーって引っ張って私はつけてます。内側も同じようにしてあげて、左右も同じようにします。これをお辞儀の状態でやってあげるとすっぽりと収まるかなと思います。でこの状態で眠ればこうゴロゴロと左右に寝返りを打っても左右の布がバストが流れていくのを防いでくれる作りになっています。どんな食事をいつもしていますか？またダイエットの時の食事やおすすめなど教えてください。ダイエットの時のおすすめはやっぱり朝昼晩1日3食はちゃんと食べるんですけど、朝はなんか食べる前に白湯を1杯飲みます。で昼はあんまり無理せずに食べたいものを食べて、夜は別に脱炭水化物とかはせずにいつもの量より気持ち減らしてあげるくらいで、例えばご飯一杯食べているとしたら8分目くらいにするとか、お茶碗をちょっとちっちゃくするとか、唐揚げを4ついつも食べるとしたら2つにしてみるとか、そして寝る前にも白湯を一杯飲む、こんな感じのことをやってましたかね。最近はそんなにダイエットは意識してないんですけど、朝起きたら必ず一杯の白湯は飲むようにしています。得意な料理と好きな料理は？好きな料理は和食全般で、得意な料理はチンゲンサイ炒めです。ヘアケアの方法、使ってるシャンプーやお風呂上がりのボディクリームなどを知りたい。意外とこちらの質問が一番多かったですね。めちゃくちゃおすすめなものもあるんですけど、ちょっと長くなっちゃいそうなので、もうすぐ新居に引っ越すんですよ。なので改めてゆっくり新居でバスタイムルーティーンとかの動画を撮りたいなと思ってます。自分を動物に例えると、昔シーマンって言われたことあるけど、なんだろう、動物。高校の頃のあだ名は小猿でした。ミオさんにとってのいい男とは？大切な人の大切なことが分かっている人。ぼっちな人をどう思いますか？強がりじゃなく自信を持ってのぼっちだったらかっこいいと思います。プラス思考の秘訣は？これに関してはですね、究極のマイナス思考になることじゃないですかね。私の周りにいる自称マイナス思考な方の話にはなりますが、みんなが自分をバカにしてるとか、自分は人よりも劣っているとか、他人の目線を気にしすぎている方が多いような。でもそれって逆に私はすごくポジティブだなって思うんですよね。良くも悪くも他人はそんなに自分のことを見てくれてないと思うんですよ。自分以上にはバカにされたとしても、その人の24時間のうちの半分以上の時間を費やしてまでバカにしてくださる方もいらっしゃらないと思うんですよね。という究極のマイナス思考になってしまえば、一周回ってプラス思考になると私は思います。 JK 時代はギャルだったと聞きました。ギャル時代の画像が見たいです。ズラとハゲどっちがいい？その人に似合ってる方。背中に羽が生えたらどうする？レッドブルを控える。ベジータが使用している整髪料を教えてください。ブーノ。
ちょっと流れがおかしくなってきたので可愛らしい質問いきましょう。みおちゃんはどのようにメイクを楽しんでいますか？私もめんどくさいと思うこと多々ありますよ。そういう時はだいたい自分に課題を出します。別にカメラとか回ってないけど、はい5分メイクスタートとか。あ、でも新色のコスメとか購入した時はやっぱりモチベーション上がりますね。あとは人のメイク動画の真似とかしてみると結構楽しくなるかなと思うので試してみてください。動物は好きですか？飼ったことがあるペットはいますか？好きですね。癒されますね。飼ったことあるのはハムスターが42匹、モルモットが1匹、ウコッケイが1羽、ミニチュアダックスフンドが1匹です。ふらっと寄ったコンビニで1000円あったら何買う？あとこれはどこでしょう？最近お仕事帰りにコンビニで行列ができるシリーズとか期間限定系のカップラーメンを買うのにハマってまして、そのカップラーメン2個とおにぎり1個とピンクグレープフルーツのカップに入ってるやつ1個でだいたい1000円くらいですかね。謎は23を区として考えて、丸が O、ローマ字の O で、四角とプラスを合わせて田んぼの田で並べ替えて大田区。それか23四角足す丸、23区か市プラス丸、丸には村とか町とかなんか入って東京。わからん、自信ない。コメント欄に答えを早く書いてください。好きなものは先に食べる派、後に食べる派？後に食べる派です。よく食べるお菓子はみたらし団子の中と外が逆転してるやつか、もちもち系のお菓子よく食べます。一度はなりたい憧れの職業は朝ドラ女優。バストアップの動画で初めて拝見しました。わかりやすくて結果も出てきて嬉しい限りです。話し方や表情がお綺麗で、私もこんな女性になりたいと思うのですが、直したところ、気をつけているところなどありますか？わー、すごく嬉しいコメントをありがとうございます。まあ、直したところは山ほどあるんですが、一番は言葉遣いですかね。タイムマシーンができました。どちらか一方にしか行けません。行くなら過去？未来？起きた喪失に前に行きたいんですけど、過去に行ってなんか変えちゃったら怖いので、ずっと先の未来ですかね。21世紀にドラえもんがいるのかを見たいです。いつも美容チャンネルを見ています。10万人突破おめでとうございます。1週間の筋トレやエクササイズのスケジューリングを教えてください。ありがとうございます。ガチで鍛えたい時とか絞りたい時は毎日お風呂の前に2時間とか時間を作ってやり込むんですけど、基本的に私のエクササイズっていうのはながらなので、歯磨きしながらとか、お風呂上がりにパックを貼ってる間にとか、やる日もあればやらない日もあるけど、毎日何かしらはしてるってくらいのゆるいスケジューリングです。みおさんのエクササイズ動画分かりやすくてとっても好きです。美脚になれるエクササイズ方法もぜひとも教えていただきたい。ありがとうございます。美脚でもないと思うんですけど、こちらもちょっと長くなっちゃうかなと思うので近々動画にしますね。ブラってどこの使ってますか？ワコールさんが多いですけど、エメフィールさんのも持ってます。一番好きな歌、好きな歌手は、一番はその時々で変わるんですけど、今はヨルシカさんにハマってます。ヒッチコック、愛二条、雲と幽霊、あとヨルシカさんというかナブナさんのアイラもすごく好きで、一番は音楽はその時の気分によって変わるので選べません。血液型は何型？そう、気分屋さんの B 型です。今まで見たアニメで一番印象に残ったアニメは、ワンピースはコスプレしてるくらいなのでちょっと殿堂入りとして、秒速いろいろジャンルは見るんですけど、でも一番印象に残ったって言われたらドラえもんになりますね。コードギアスもね、友達から最近よくミオ好きそうって言われるのでちょっと気になってたんで見てみます。 YouTube やってて一番やりがいがあるのはどんなことですか？やっぱりコメントとかで本当にバストアップしましたとか、彼氏さんとか好きな人とかに褒めてもらいましたとか、肌が綺麗になりましたとか言ってもらった時に、ああ人のお役に立てること、かつ好きなことで生きていけてるのかなとやりがいを感じます。スプーン曲げのコツは気合。佐久間美代子の絵を見たい、座右の銘を添えて。久しぶりに絵描いたらあんまうまく描けんかった気がするから、実はもう一枚描いてみたのですが大して変わらなかった気がするので、もうせっかくなのでまたプレゼントします欲しいと思ってくれる人おるかわからんけど、欲しいと思ってくれたら動画下の概要欄にまた応募方法など書いておきます。
はい、はい、ということでたくさんの質問ありがとうございました。似ているものはまとめさせてもらったり、前にも答えていることだったり、ちょっとなんて答えようか迷うなって質問は省かせてもらったりもしたんですけど、また好評そうだったら質問コーナーやっていきたいなと思いますので、今回お答えできなかった方もまたいろんなパターンの質問を送っていただけたら嬉しいなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画が良かったよと思っていただけたら、高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、動画下の概要欄からぜひ覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。